これ。えぐいで。もうえぐ、ハイビームしよう、ハイビーム。ハイビームしてるとこれやばいやつだ。すだれの木だ、やばい。えぐやばい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 。えぐいえぐいえぐい。何も見えない。ちょっと怖い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 。出張ホラーナイト、やめろお前。やってきました、出張ホラーナイトでございます。はい、ましたね、お久しぶりです。前回初めてのシリーズですね、レイジ巡礼シリーズということで出ました。レイジ巡礼、呪いのビデオで、実際に扱われた場所に行ってきたんですけれども、はい、今回レイジ巡礼シリーズ第2弾という、前回同様我々は場所を教えられていません。そう、どこだ。まあ、前回レイジ巡礼一発目で、動画の終わりに皆さんの周りで知っているヤバい心霊スポットとか、まあ、怖いお話っていうのをメールで募集したんですけれども、とんでもない、なんて言いますか、応募数が、はい、応募総数2000件ぐらい来ました。すごい、ありがとうございます。めっちゃ古いな。その中でいろいろリストアップはしたんですけれども、一箇所とんでもなく票が集まった場所がありました。マジ？それがここなんです。もう一応僕たちが今、ね、みんな住んでる埼玉県なんですけれども、お前がびっくりした。場所の名前は薬師堂の巻。薬師堂の巻。まあ僕たちが行ったことある、まあ黒い家はちょっとヤバかったです。あ、でも中は入ってないじゃないですか、でも僕いろんなレイジ巡礼の応募、応募のやつを一斉にまとめたんですよ、はい、エリアごとに、はい、で内容もある程度調べたら、もう今まで自分たちが行ってきた心霊スポットって ABCDE までランクあって、SSSSSS まであるとしてる、はい、僕らが行ったところ多分マックス B か A なんですよ。え？あれで？あれで？あれで？前回の呪いのビデオやばかったよ。やばい、全部ちゃんと声入ってる。S にすら入ってない。マジで？SS ぐらいです。うわー、もうやばい。飛びすぎ飛びすぎ。うわ、一気に怖くなってきた。いやもう心臓バクバク。消えてついたでしょ？消えてついたよこれ。この電気今。ABCDE。までランクあって SABCDE までランクあって S、 動画映ってる、映ってる、100映ってるか、これびっくりした今。そんなことは普段あるんですか、さつき。ありません。ありませんよね。 LED です。え、ガチでこれ消えたかんね、さっき電気この状態で。俺は一切触ってないから。もういいとして。おいおい、 SS 外で声しました、僕。 SS なんかしたよね。したよね、したよね。いやー、今日クソ怖いな。そうそうそう、もう始まってます。もういや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 、さっきエリアの映像多分最初に冒頭流れてると思うんですけど、もう街灯すらないんですよ。ないね。さつきちょっとこれライト切ってみようぜ。どんなことになるか一斉に切りましょう。せーの。あ、今さつきのライトがあるから、はい、こんな感じ。やばうわ、黒っ、怖っ。つけるよ、つけるよ、怖いから。うん、つけるつける。うわ、つける瞬間怖い、つける瞬間怖い、つける瞬間怖い。あー、怖い。やばい、怖いわ。ということで、本当に SS レートでどんなことが起きてるかちょっとお話しします、この場所で。うわー、もう聞きたくねー、マジでそういうの。まずですね、鳥居がなかなかなぜかあるっていう。鳥居がある、こんな何もない。もうさっきリボンが見つけたみたいなんだけど、まあ、そういうものがあると。動画を撮影している人たちがいたみたいで、撮影してて映像が停止したまま録画が続いているっていう状態が途中で発生したみたいで、ちょっとやばくない？それは同じ人なのか違う人なのか分かんないんですけど、なんかラジオの音みたいなのが急に進んでいく途中で大きくなって聞こえてきて、あまりの恐怖に逃げ出したっていうところらしくて、で埼玉県でもホラーマニアしか知らないんだけど、その人たちでも行くか迷うようなレベルの場所が。あ、そうなの？やべえじゃん。やべえじゃん。変になんか殺人事件が起きたとかそういうのじゃなくて、もうミステリー、そう、謎が謎すぎてヤバいってされてる場所らしい。まあ、そこたどり着けるかはわからないですけど、もう近辺にいるので、はい、もうちょっと進んでいきましょう。はい、よかった、今日6人で。まだ確かに。そうだね、行きましょう。行きますか。うわー、怖い。一つ言っていいですか。これ何？え、こんな距離でさ、普通雲の巣当たる？雲の巣さ、
ない、ここに。ここ？だってさ、クモの巣ってさ、こう枝と枝なんてこうなるじゃん、普通。ここで、俺今ここで、ここにクモの巣ある。これ、あれ何もない時にクモの巣引っかかってるって、霊と衝突するし。あ、聞いたことあるわ、それ。やばい、やばい。聞いたことあるわ、それ。やばい。これガチやばいよ。なんかどっかに、薬師堂の末期がこちらみたいな看板があるみたいな。こっちの末期の末期。そうなんだよ。結構人差し一筋縄ではたどり着かないような道らしくて。だっていいな。びっくりした。うわぁ、何ね。コオロギ。あ、コオロギかい。どこに、どこにいるの。コオロギ、シンプルにいます。怖っ。なんかね、この下に看板があるところがあるんだけど。下。看板。看板があるの。ここ見た感じは下に看板ないんだ。ちょっと周り見てみますか。これ電気ないとこれよ。この暗さ。見えない、やっぱもう道が2つある。多分ね、ここでいいもんね。うん、この中。うわ、めっちゃ耳鳴りする。そうでしょ。ガチ。あ、ほんとだ。わかるでしょ。うわ、やめてよ。大輝左でしょ、うん、俺右。うわ、下行きすぎてる、行きすぎてる。めっちゃ耳鳴りしてます。ナビ、何だから、ほんと止めたところのすぐ近く、ここなの。あ、もう真右か。あれ、ここまでどう行くかなんて。最悪の木みたいなところをぶっ倒していくか。ぶっ倒していく。いやー、マジ今の耳鳴りバチビビったわ。耳鳴りだろ、ほんとやめ。大気が結構頻繁に感じてる。何のための道で、何のための場所なんだろう、ね、家もないの。道ない、道ない。こんなの、ここ道ないって、道ないって。じゃあ、もっと奥から入る。ちょ、やばい。ああ、ちょうど見えてるってことだったから。もうこっからやばい。こっから雰囲気やばい。見えないけど雰囲気。でも竹のトンネルみたいな感じになってる。来てみ。これやばい。でもやばい。俺全くそういうのさ、怖くないタイプだから。ガチやばい。俺全くそういうの怖くないからさ。なんで生きてんのあの人。さっきまで助け求めてたのに。ラルさん生きてる。絵に描いたようなリアクション。クモの巣危ない。なんか待って。ここだけ雰囲気マジで違うよ。どうしたここ。寒気半端ないんだよ。寒気がすごい。俺お化け屋敷苦手なんだけどな。ここはいけるな。おお、危ない。ここ怖い。何？何？雲の巣やばい。あ、雲の巣か。ここ歩いてる。ここ来てるから。これ超でかい雲や。うわ、でかっ。本当にでかい。大気のちょっとだけ大丈夫。じゃもう怖いよ。ほら最後尾こんな感じだよ。もう暗すぎて何も見えないもん。やばいよ。うわ、もうダメだ。やばい。ちょっと本気出しすぎ。一応マジ本気出す。確かにちょっとレベルが違う。待ってカメラがさ、写して なんで写して、データを修復。そんななかったよ、まだ。修復できなかったらそれないんですけど、ちょっとそれだと嫌なのでもう一回入ってみようと。うわ、マジか。うわ、みんな映して、これ気をつけてね、みんな。うわ、あ、やばい、足音したぜ。今カメラ止めていい、カメラ止めていい。あれだけ撮ってくる必要。いやいい、もうやめよう。これダメだ、これダメだ。笑い声するよ。そうだね。